嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週木曜、都市伝説のコーナー。木曜日じゃないですか。あ、ちょうど木曜か、これ。お、グッドです。あ、素晴らしい。あ、当たっちゃいました。素晴らしい。いいこと。動物の森の恐怖の都市伝説4000。まあ動物の森といったら今でもみんなやってるぐらいね、幅広い世代、うんうん、まあ大体15年以上はみんな愛され続けてくれた、うん、歴史があるよね、ゲームなんですけど、携帯でもいいし。まずですね、裏設定として有名なのが更生施設としての舞台。悪いことした人なの、そこにいるのって。そういうことなんです。だから主人公が名前を付けさせられる。君なんだじゃん。そう、身元もがバレない、身バレ。あ、結構キャラクターが引っ越したりするでしょ。それは更生できた人たちが社会に復帰していく様を描いているんじゃないかな。あー、キャラクターが来て出ていく言われてる、逆に引っ越してくる人いますよね、うん、それは犯罪を犯して更生せずにぶち込まれた人たち、なるほど、を描いているんではないかと、というのを含めた上で、これ怖いんですけど、ずっと主人公ってそこにいるじゃないですか。これ死刑囚。マジで。どんなに更生をしたところでもう出れない。結構こう考えるといろいろと辻褄が合ってくると思いませんか。うわ、確かに。まあね。で、2個目の説が逃亡者説。まだ捕まってないっていう状態で、誰も自分のことを追ってこないようなほのぼのしたとこに行くために動物の森に行ったんではないかな。ああ、逃げるために行った。田舎に行ったみたいな。そうそうそう。こっちがちょっとね、有力かなって思われるのが、それは見張る捜査官役的なキャラクターがいるんです。それが、常吉っていうキャラと、本間さんっていうキャラ。やってたらわかると思うんだけど、良くないことをすると、すぐ近寄ってくる。そんなキャラ常に逃亡者としての主人公を見張っているのではないかと。確かにちょっと役目が捜査官っていう役割をやっているんではないかっていう説があります。うわ、こっちの方が有力っぽいな。続いてがどんどん都会へ行こうとしているのではないかという説。タイトルなんですけれども、最初がおいでよ動物の森、続いてが町へ行こうよ動物の森。あ、ゴールに町へ行こうよ。なんかいろいろとね、都市伝説がね立ってもおかしくないんですよ、この家。やってることがおかしい。町へ行こうよ動物の森ってめちゃくちゃおかしいこと言ってるよ。だからこういう都市伝説も何言ってんだって思うかもしれないけど、もう意外と信憑性が出てくる。ほんと一番気になるのがそのリセットに切れること、日付を変えることに切れること、結構こういうところ謎、あんなほんわかしらなぜそこに切れるのか、で、まだありまして次の作品、それがなんと飛び出せ動物の森。出ちゃった。いや、ダメでしょ、動物の森でやってるんだからなんで出ちゃうんだよ。なぜか動物の森から抜け出そうとしているようなタイトルに変わっていっているんです。これを全て繋げていくと、更生施設から逃げようとしているのではないかという説が繋がる、バリバリ。続いてなんですけど、はい、アイカ村っていう村が、アイカ村、アイカ村、動物の森の村であるんですけど、そういう村があるのね。ゲームファンの間でトラウマとされているほど見た目が不気味なの。このアイカ村の画像を今からお見せするんですけれども、本当に不気味すぎるので夜中に一人で見ることをお勧めします。こちらです。ね、ええどうしたどうしたどうした、ええ、これ、これ見ればわかります。運営側がブラックです。全然もう動物の森でも何でもない、ただのホラーゲーム。怖すぎるって。こんなのこの人、アイカ村、人殺し家族の村と呼ばれてます。人殺し家族の村、こういうことをするっていうことは更生施設っていう説も濃厚になってしまう。そして最後4つ目の都市伝説。まだあんの。動物の森のトタケ家の曲で自殺者が出た。トタケ家っていうのはですね、まあ、毎週決まった時間に曲を演奏してくれる人なんですけど、犬のキャラ。ここでめちゃくちゃ有名な動物の森関係ない都市伝説で、暗い日曜日っていう曲があるね。聞いたら自殺したくなってしまうっていうめちゃくちゃ有名な曲で、すごい方の人がその曲を聴いて自殺しちゃってる。現実の世界だ。現実、あ、マジで。ガチで。その曲をなんとトタケ家が演奏してくれるらしい。ダメでしょ。この曲を聴いてしまった女の子がいたみたいで、その子が聞いたんだけど気持ち悪くて、まあ DS 閉じました。はい、だからスリープモードになるじゃん。スリープモードならなくて、
ずっと流れ続けたらしい、ね、怖いで結局クライニチェビを全部聞き終えてしまったと。2日後飛び降り自殺をしたと。数々の都市伝説いかがだったでしょうか。めちゃ怖いっすわ。まあ今ねこの都市伝説を聞いて皆さんも結構びっくりしたと思います。これちょっと安心させる材料がありまして。お願いしますよ。暗い日曜日ある設定をクリアしないと流すことができないって言われてるんです。ただこの設定がまだ明らかになってないということで、実際に聞いた人がいるのかどうか怪しいってことでデマなんじゃないかっていう説もあります。おー、なるほど。そうなんだ、はい、普通に入力してもじゃあないんだ。普通に入力しても出ない。出ない。よかった、よかったね。ただ一説によるとこの女の子の遺品を整理したお母さんいくら探しても動物の森のカセットがなかったらしいです。ということは気づかぬ間に中古品の飛び出せ動物の森を買ったあなたもそのカセットを暗い日曜日が聞けるかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。突っ込んで僕の都市伝説も邪魔をしないでくれたまえ。初めてボケの側に守れたのに。